草加パドラーズが綾瀬川をカヌーで5キロも下って応援に駆けつけました。こちら八潮市の大曽根ビオトープ。早いですね。ガッタと思ってた。これは今ね、そこに黄色いセイタカアワダチソウという植物が生えてますね。あれによく飛んでいきます。採れた植物や昆虫、魚類に専門家がコメントします。電気街に挟まれたら痛いよ。やめた方がいいよ。かわいそうだから。何が取れたの？今後ね、ちょっとお話しできる機会がブランクと思ったじゃない。無意味だと思うのね。目が大きい。何くらい取れる？今日は全員よくできました。で、ちょっと、はい、はい、じゃあね、みんなで見ながらこれを返していきます。見てください、すごいですね。はい、じゃあ後ろ行きましょう。乗ってきたカヌーで体験会です。じゃあそこまで行ってくれ。まずいっす、これ。あ、治った治った。姿勢で背中を回しまして、はい、じゃあ右だけ、右だけ、はい、揚げ潮に乗ってゴミの島が流れてきました。そろそろ桑袋ビオトープに戻ります。4人だったのが2人も来なかったから。 e ボート1号艇草加パドラーズがお手伝いします。はい、じゃあ 右側だけ漕いでください。右側だけ前漕ぎ、右側前漕ぎ、前漕いでください。はい、それでは出発しましょうか。はい、漕ぎ方は大丈夫ですよね、もうね。それとも、はい、みんなで声を合わせてるとね、スピードが出て楽しいです。それでは行きましょう。せーの、おさきー、はい、おさきにどうぞ。今日はこういうからおさきにしたよ。はい、次の B。 終わり。